先ほど新潟県と山形県に記録的短時間大雨情報が発表されました。新潟県の村上市朝日南東部付近で11時50分までの1時間におよそ100ミリの雨が降ったとみられます。また山形県小国町付近では12時までの1時間におよそ110ミリの雨が降ったと解析されました。ではその雨雲の様子です。現在日本海から新潟県の下越地方、そして山形県の置賜地方にかけて活発な雨雲が伸びている状況です。この下では猛烈な雨が降るような猛烈な雨が降るような活発な雨雲が発達しているという状況です。そしてウェザーニュースの解析によりますと、線状降水帯を解析しています。気象庁はまだ線状降水帯の発表していませんが、今後線状降水帯の発表の恐れも、あるぐらいの、激しい雨、猛烈な雨が、続く恐れがあります。十分に警戒してください。こちら、今後の予想ですが、午後2時現在も、新潟県の下越地方から山形県の置賜地方に、活発な雨雲が予想されています。同じような場所で、降り続く恐れがあります。猛烈な雨が同じような場所で、降り続きますと、災害などが非常に発生しやすくなりますので、危険な状況になる恐れがあります。今後も最新の情報を、確認するようにしてください。詳しい情報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。